藤和江のはしご酒。前回はゲストがいましたが、今回はまた一人です。さあ今日はですね、上野毛の駅のすぐそばです。これ環八通りです。やってまいりました。じゃあ行ってみましょう。はい、焼酎酒場。日向さん。お邪魔しまーす。おーすごい、飲み放題いっぱい。こんにちは、よろしくお願いします。何にしようかな。あ、でもなんか緑茶割りがすごいドーンってあるから、これにしようかな。江戸緑茶。あ、すごいよ。一杯目は400だけど、おかわりをちょっとコピーみたいなスタイルですね。じゃあこれ行きましょうか。すごい。これどれ飲んでも1杯300円。あ、下にもある。下は空き瓶なんですよ。あ、空き瓶なんだ。ストックがあるんですけど、全部焼酎。ここは全部焼酎。あ、青森もある。あ、なんたかった、佐藤もあるよ。なかなかね、全部300円。へぇ、高いじゃないですか。高いですよね。いいんだ、300円で。定価でしか仕入れないんで、だからプレミアついても定価でしか買わないから仕入れるんです。すごいね。それ飲んでも一杯300円です。お得。焼酎好きの方はぜひ。私、梅水晶って知らなくて、これ。はいはいはい。サメの軟骨かなんかでしょ。そうだっけ。美味しかったな。梅水晶とちゃんじゃん。おすすめは、おすすめ入れるんですか。食べ物、あとだし巻き卵と、あと串焼きとかがおすすめです。串焼きいきますか。おすすめのやつをもらいます。おすすめを串何本か、5本ぐらい。5本ぐらい、はい。あと梅水晶とちゃんじゃん。はい、ちょっと7月1日から禁酒してましたが、今日は7月の3日で物を破ってます。それなんで禁酒してたんでしょう。ですね、もう一個 の企画のダイエット企画で、7月8月で本当に酒をやめてくださいとトレーナーから言われ、よしやめるぞって30日にめっちゃ飲んで1日2日ってやめてたのに、まさかのまた飲むっていう。まあしょうがないね、これは。それやめてくださいは なんでなんですか。なんかね、なんかやっぱりダイエットには支障があるんですかね。この前でも和歌山行ってましたよね、はい、和歌山行きました。意外と大変で、山が結構きつかったのと、サイクリングがちょっとしか放送されてないですけど、かなり乗りましたよ、あれ。ショート動画でも出した飲み会というか、はい、飲み会といえばですけど、ああ、80年代アイドルチームやってましたね。はい、すごい楽しかった、うん、なんか定期的にやりたいねみたいな話をしてたけど、どうなんでしょうね。美味しそう。なんか抹茶入ってますっていう色ですね。じゃあ乾杯。いただきます。あ、美味しい。あ、すごい抹茶の甘みがあるお茶。これこれ、梅水晶。これだってスーパーとかで見たことなかったもんね。うん、うん、あ、明日番組の打ち上げみたいな感じだから番組の話が多かったです。それぞれなんかテーブルごとに全然違う話してた気がする。何の話してたか忘れちゃった。なんか会費制で飲み放題にしてくれて、渡辺めぐみちゃんがやってるお店で、本当に表参道もうすぐ駅のそばで、これ美味しいね。スイスイ。すごい甘みもあって、自然な深さ、深みっていうか、
確かに。いやちょっとなんかシーマの、シーマっていうか旧車の集会みたいなの行きたいな、本当に。旧車の取材を、取材というか動画を撮ってて、イベントをやりましょうという話が盛り上がった。でも車だから結構広い会場とか必要だし、なんかもしそういう集会が関東近辺であるんだったらぜひコメント欄で教えてほしいんです。それシーマ持って乗ってきますよ。お台場あたりだったらな、こんな遠くないから助かるんだけど、なんか都内とかでイベントやってくれる人いないかな。あと今興味あるのは天然石の、天然石を作っている工場に行きたい。これも自分で作ったやつなんですけど、やっぱりいろんなサイズがあったりとか、同じ石でもいろんな色があったりとかするので、なんかそういう削り出したりとか作ってる工場って絶対あるはずなんですけどね。なんかそのまんま輸入してるのもあると思うけど、なんかその石の問屋とかには行くんだけど、それの前のところって一般の人は入れないのかな。ちょっとそのとこ見学に行ってみたいな。こういう石でなんか壺押しの石を作ったりとか、壺押し専用とか、飾っとくだけの石とか、浄化する石とか、いろんなタイプがあって、そのなんか塊をこう丸くしていくとか、形をボタンカットの形にするとか、そういうやってる工場に行ってみたい。原石工場。はい。あとね、もう一個は、あの書道で使う、すずり、すずりの石をこの間ラジオでねやってたんだけど、石を作る職人さんが世界で初めての石、何億年前かにこう突起してできた石で、すずり石を作りたいとかって言ってて、それが実現したのか分かんないけど、なんかそういうのも面白いなと思って、すずり石とあと炭を自分で前作ったことあるんですけど、奈良の方に行って関東近辺でそういう炭とか作っている職人さんがいたりとか、まあ、もしくは見学できたりとかするなら、そこ行ってみたいなと。あ、ありがとうございます。牛タン、牛ハラミ、豚カルビ、豚カシが豚ハラミでございます。ありがとうございます。牛タン、あ、すごい塩が振りすぎてなくて美味しい。あ、柔らかいよ、すごい牛タン。で、豚バラ、そうだ、豚カルビだ。カルビってことは、脂肪がたっぷりの場所。いや、今日はまた運動する。でもものすごい食事減らしたら1日で2キロ落ちたんだよ。これをさ、ずっと毎日やってればさ、あっという間に減るじゃないかと思ったんだけど、この空腹に何日間耐えられるんだろうと思って。うん、おいしい。油多めの罪な味、美味しいわ。上野毛の本当に駅のそばの居酒屋稲田さん、これは本当に美味しい。江戸緑茶割りおすすめです。あとね、串焼きも全部美味しかったです。さて、今日ははしごできるのかな。突撃はしご酒、次行ってみましょう。駅の方に歩いてって、信号を越えて、越えてスーパーマーケット大関があるんですよ。大関、あ、あの、はい、大関さん越えて2個目の
角角に上野毛っていう中華料理屋さんがあるんですよ、はい、その隣ですよ、うん、すごい、まさかのまさかのお客さんにアポを取ってもらってできるのかな。大関さん超えて2個目の角。すごい、まさかの。まさかのお客さんに角を取ってもらって1軒目でまさかの常連さんがお店を紹介してくれた。本当だ、やっぱいいんだよこういうので。伊藤さん髪の毛なんかはあんまり来ないです。髪の毛ね、すごい昔はよく来てた。あ、そうなんですか。ジャズバーに髪の毛の髪髪のちょっともうちょっと洋画寄りの方にジャズバーがあって、はい、あのホテルっていう連続ドラマで高嶋政信君と共演してた時に、はい、政信君家の実家がなんかあのそばにあって、でジャズがすごい好きでジャズドラムとかもね叩けたの、政信君がね、はいはいはい、で私はなんかそれをきっかけにジャズのCD 買って覚えて、そこで歌うために。なるほど。あ、いいっすね。はい。なんと2軒目の居酒屋はこちら、伊勢さんです。1軒目の常連さんに、教えていただきました。マグロが美味しいって言ってた。行ってみましょう。はい、あ、こんにちは。今あの電話していただいた、はい、伊藤和恵と申します。あのYouTube の撮影なんですけど大丈夫ですか。あ、大丈夫。もうちょっとオーナーを見て。あ、本当ですか。一応美味しいのはね、はい、そのマグロ中落ちとかあるよ。あ、そうそうそう、本マグロの刺身と中落ち。え、お魚屋さんなんだよ。魚。あ、僕はね、もともとは魚屋なの。長いんですか、お店は。もう19年ぐらいやってる。中落ち500円。確かにスーパーの値段と変わらない。表のパンパンだって3点盛り1000円とか。安すぎる。お魚。お魚。あ、すごい。あ、さばいてる。柵というか。これ本マグロだね。へえ。本マグロ自体が高いもんね。うん。トロみたいな。あ、うん、本当だ。色がトロだ。油乗って、うんうん。油めっちゃ乗ってる。でもすごいね。なんかキープボトルがいっぱいある。あ、うん、常連さんがいっぱい。どこもそうですね。常連さんが多い町なんですか。中国じゃんのさ、昼間ここでやるわけよ。あ、ここで？うん。へえ。え、中国茶を出してるんですか？うん、出そう。へえ。あと、その今来る女の子が和菓子を習ってるわけ。へえ。和菓子と中国茶。そうそう。お茶ってさ、やっぱり お菓子がつきものなんだけど、今この、はい、この辺和菓子売ってるとこないじゃん。ちょうどその子が自分で作って中国茶をセットで出そうとして。ああ、なるほど。日本の和菓子と中国茶。すごい。でも中国にもね、お菓子あるもんね。うん、なんかある。あれは月餅。月餅、はいはい。あ、こんにちは。すごい若い。から、はい、中国茶のさ、あれセット見せてあげる。お茶の道具があるんだ。あ、そうです。ちっちゃいこういうなんか、あ、そうですね、中を分けることですね。はいはいはい。あ、ちゃんと蓋がついてて。あ、そうです。へえ。なんか茶碗蒸しのお茶碗みたいな。あ、そうですね。和菓子も作れる。和菓子も作れる、ね、なんか今日学校で作った和菓子みたいなのある。今日はない。今日書道の授業だから。書道、うん、私も書道やってます。あ、そうですか。やってるんですか。
あ、流れてきた。ありがとうございます。紹介した手前ありがとうございます。すいません。うわ、美味しそうだよ。あ、ありがとうございます。じゃあクエン酸サワーいただきます。乾杯。何にも流れてきました。1軒目からいただきます。うん、溶けた。美味しい。これね、エタの寿司の一部。油のなんか臭みも全然ないし。普通です。あ、どうもありがとうございます。助かりました、本当に。ありがとうございます。あれ、あの中国茶飲んでみる。あ、飲んでみたいです、うん、から、はい、あの飲んでみたい。かわいい名前。カラン。カラン。じゃあ取りに行く。あ、そう、いや、それは大変だからいいですよ。もう。近いんです。いや、だっていっぱいその中国茶飲んでから。な、何歳なんですか。今年もすぐ23。若く見える。若く見えるね。何軒ぐらいあるんですか。行きつけ。ラーメンチューブあるじゃないですか。で、その角にサリチ。フランス料理屋さん。フランス料理で居酒屋。フレンチも気になります。気になるね。フレンチのつまみって気になりますね。あ、10年くらい前に誰かの特集で岡瀬さんがずっと同じチームを持ってるってやってるのを見て、まだ続いてるんだって。そうです、32年。30年目に日産がレストアしてくれたんですよ。うん、あ、そうなんですね。これ、これあのお茶ね。これ、うん、これあの8月から。あ、桃って書いてある。そう、春に桃と、これ、これがその高級な。でもなんかこれもなんかめっちゃ味なんですね。甘み出るんです、ね。何にもそのお茶だけの甘み。うん、白茶と紅茶。白いんだ。ちょっと楽しみですね。こっちからチャグ買うことめっちゃ好きだから、揃えて。今始まったらちょっと楽しみです。なんかいいですね。ちょっとこうなんか日本のお茶とは違う、ラフな感じ。お湯が沸くまで待ってよ。あ、そうです。あ、待って。中落ちとかあるよ。あ、そう。いただきます。中国茶のさ、昼間ここでやるわけよ。あ、ここで中国茶を出してるんですか。うん、出そう。これで1杯分とかで、うん、そう、なんかやっぱり2人ぐらい。あ、じゃあめっちゃミニの、そうか、ちっちゃい。そう、でもなんかそういう中国の茶は結構そういう代償、ちっちゃいよね。代償終わったらなんか 2,3 秒くらいすぐに出れば一番うまいんです。あ、じゃああんまり待たないで。あ、そうです。なんかそれだったらちょっと苦味とかあるんですね。あと渋味とか、あと温度とか、そう、結構なんかそういう難しいかな。代償私もわからなかったんです。すぐ入れるんだ。お湯入れたら。そうです。お茶会が始まる。居酒屋でお茶会。いやー、素敵。いいね。綺麗。お茶器が。なんかいっぱいあるけど、入れ物が。ですね。全部使うんですかね。今日はなんで偶然にこの店に入ったの。紹介されて、それで1軒目に行ったお二人がいて、紹介してくださったの。これ甘い。あ、じゃあ、
桃の香りする紅茶とあと緑茶、うん、この桃の飲んでみたい。わかりました。お茶のやり方は誰かから教わったんですか？昔からお茶好きだから、ちょっと最初は自分勉強してて、なんか去年休学1年ぐらい、なんか友達のお茶のお店で少し勉強してて、もう上手じゃなくて、なんかただ自分の趣味かな。でもなんか緑茶はなんか必要ないんです。代表なんかそう一杯はもう美味しいんです。こういうたなんか一単数のなんか。チャックは結構なんか大きめで、うん、これはなんかそういう茶道やるときはなんかそうやっぱりなんかやる人もどうでしょう。あそういう、でも一人のお客さんもなんかこれおすすめなんですね。うん、最近はめっちゃ好きなんですよ、ね。柄が繊細です。味が桃っていうわけではないですね。そうですね。なんかちょっと、ああなんか初めてそういう酒米飲んだ時に、なんかいいやつかもしれない。すごく。美味しい。そうなんか二杯目はなんかちょっと味変わるんです、ね。今まだ全部なんかそういう酒米くらいから。そうですね。もう一杯ぐらい。今までなんか氷を入れた方が近い。
美味しい。結構なんかそういう香りもでも、そういう飲むときは香り全然違う。味が桃ではない。そうですよ。ちょっと甘みを感じますね。うん、これめっちゃ好きなんです。美味しいわ。これは普通にデパートとか行っても買えるんですか？あ、あるはずなんですね。ネットは多分あると思います。すごい。なんか結構色はもうちょっとさっきのように。あ、本当だ。濃くなってる。そう。倍ぐらい。時間はそんなに同じぐらいにします。どんどん開いてきちゃう。なんかね、こんなちょっとなのに。アルコールが全部飛ぶ感じ。でも酔っ払った後結構お茶飲んでたらすぐになんか二日酔い。そうですね。二日酔い解消する。美味しい。美味しい。ちょっと渋いっていうか、渋みが出てくるんだ。そうなんかそういう、うん、今日のなんか水分はちょっと。いや、そっか、そうなんか温度にもいる。そうで、こんなちょっとしか飲んでないのものすごい満腹感がある。確かに。ラッキー。居酒屋で中国茶を楽しみました。なんか8月からやるみたいなので。あ、そうですね。興味のある方は8月のお昼に。うん、そうですね。いらしてください。11時から。はい。ありがとうございます。結構なお手前で。ラーメンチームあるじゃないですか。で、その角にサリチェって。お父さんはだいぶ有名な方で漫画家なんですよ。それを書いてもらうすごい流れになっています。2軒目を紹介していただいた方が3軒目も一緒に行ってくれます。いきなりフレンチっぽいよ。なんかオシャンティーな感じよ。シャンティー。一緒にいかがですか？ちょっとだけ、はい、なんかフランス居酒屋みたいなおしゃれなお店です。すみません、なんか3人でも一緒に仕事してもらうことになりました。なんかいいですね。一人で喋ってるよりももう全然嬉しい。渋くて重いの。ここはこちらがご馳走しますんで。いや、まあ、本当にね、申し訳ない、うん、こんなに案内してもらって、ね、いや本当ですね、すごい助かっちゃったもんね。交渉しても全然そんな僕らも本当興味本位で出てきていやすごい助かっちゃった。いや本当に助かりましたね。お願いしちゃいましょう。ちょっと解禁になっちゃったね。お酒慣れる通りですけど。いただきます。あ、おいしいな。久しぶりの赤ワイン。あんま初めて飲んでるかもしれないです。YouTube 上では。そうですね。うん、あ、おしゃれ。こちらがカポナータ、パテドカンパーニュ、生ハム、タイガモロースコム、自家製燻製です。すごい。おいしいし、おしゃれ。うん。カモだ、カモ。あ、いいです、いいです。今日本当にチーズ待ってるんです。チーズ待ってます。大丈夫です。すみません。ありがとうございます。今5キロ落ちました。へ、何やって何やって落ちたんですか？食べて。あ、やっぱそれが一番食べないの
が一番なので筋トレと2時間やってるんですよ。歩いたりバイクでやったりとか週何回も結構行かれてますね。週4回やってますですよね。でも全然痩せないんですよ。どうして、はい、すごい運動されるんですね。運動はね嫌いなんですけど仕方なくやるどうせだったらやりたくない。このフランスパンもう2ついただいてもいいですか。はい、あとですね、いつもは3軒目にスナックに行ってたのが今回は居酒屋だから、あの初初対面の人と飲んでます。毎回3軒コース。そうです、毎回3軒今日ちょうどいいですね。走れてる3軒ぐらい。僕らもよく走ってきたんですけど、ごめんなさい。このコースですね。いろいろ行ってる。大体8軒ぐらいです。すごくないですか。そう、まあ、8軒次は6軒ぐらいです。でもそれもすごいよね。6軒そんなによく飲めるなって言ってたんですよ。運動ちょっと聞いたんですけど、歌って4等分ました。すいません。食べてなんかおしゃれ。おしゃれなとこ来ちゃった。あ、なんだろう、すごい美味しい。ふわっとしてる。洋菓子のような。なんか一人でも来やすそうでいいですね。ね、あのカウンターがあるから。美味しいですか。美味しいね。シェアすごい前にキャビ番組で都会地方ってことなので、それはなんか防空壕みたいなあのトンネルをずっと掘って、そこが今貯蔵庫になってて、でもそのワインって白でめっちゃ甘いんですよ。デザートワインみたいな、甘すぎてもう飲めないっていうぐらいの。そう、大好きだね。そうなんだ。ああ、都会ワインあります。都会ワインっていう、そこの地元はその本当にあの元に行って一緒にハンガリー小生ちゃんと一緒に旅して、あ、フランス、フランスの都会っていうのがあるんです。しご酒って面白いね。なんでもない、なんでもない。お父さんはだいぶ有名な方で、どれくらいの繋がりがあるとしたら車漫画家なんですよ。へぇ、お母さんで漫画家とか、いや、ゆみこ、あ、いや、お父さん、すごい早かったですけど、全然女性の名前少女漫画しか読んでないから昔犬の漫画があったんですよ。へぇ、あー、はいはい、え、すごい、それを書いてもらうちにしよう。伊集院光さんが確かめっちゃ好きな。あ、そうですよね、はい、見たことある。だってずっとすごい見たことやってますよね。この奥でガタガタ、うちの家も車狂いなんですよ。へぇ、本当にそれこそ外車なんですけど、外車の古いやつが好きで、あ、すごい。ということで髪の毛でまさかの髪の毛の4軒目のお店はフランス居酒屋のハリーチさんでした。今日は本当に3軒目
案内してくださって助かっちゃいますありがとうございましたちょっとこれからも宴会は続くって感じですけどではまた次回のはしご酒でありがとうございます。